大規模な交通規制など市民の生活にも大きな影響を与えた G20 大阪サミットはおととい閉幕しました。期間中各国から訪れた人に向け、実は兵庫からのあるおもてなしの心が届けられていました。日本で初めての開催となった G20 大阪サミット、2日間にわたる討議は自由で公正かつ無差別な貿易の実現に努めると明記された大阪宣言を採択して閉幕しました。サミットの閉会をご宣言したいと思います。G20 兵庫の強い意志を世界に発信することができたと思っています。今世界経済には貿易をめぐる緊張から依然として下振れのリスクがあります。こうした状況に注意しながらさらなる行動を取り、 G20 は力強い経済成長を牽引していく決意で一致しました。世界から訪れたのは各国の首脳をはじめとする要人だけではありません。さまざまな国の記者たちも短いながらも日本のおもてなしを満喫したようです。It's my first time in Osaka and it's really good. It's wonderful, really beautiful. You know, I'd never seen such a way of life, you know, in general. Because the way that Japan is thinking about, you know, the usual things is kind of different from Europe, especially from Russia. So that makes it, you know, magical. さらに今回、一風変わったおもてなしで一役買ったのが、こちらの男性。淡路市に住む泉寛さんです。泉さんのおもてなし、それはこれカモミールですよね。そうですね、はい、香りです。淡路市の地域おこし協力隊を務める傍ら、香りをアートとして創作活動を続ける泉さん。今回のサミットでは関係者が宿泊した大阪のホテルでロビーに使われる香りをプロデュース。ホテルに入った瞬間に緊張感が溶けてほしいと、淡路島産のラベンダーやゼラニウムを使った華やかな香りに仕上げたということです。絨毯であったりとか、ユニフォームであったりとか、そういったところにこう携わるこうクリエーターさんがそうそうたる方々だったので、そういう意味ではすごくこう緊張感というか、こう必死で食らいついていくっていうようなこうイメージで、はい、取り組みました。はい、香りの島っていうのは これからよりこう淡路島がこう取り組んでいくことかなと思っているんですけれども、まあ、そういったところのきっかけ作りには慣れたんじゃないかなというふうには思ってます。無事に終了してほっと一息の G20 大阪サミット。大舞台の陰では兵庫からのおもてなしの心が届いていたのでした。